皆さんこんにちは。小松です。久しぶりにすぐみでアンドロメダを作ってみますよ。まずは開封。1000分の1ばかり作っていたのでメカコレってほとんど作ったことないんですよね。ただ、侮るなかれ。正直このサイズだからまあディテールもそれなりと思っていたらかなり驚きのディテールです。ランナー自体は小さいですが、そこそこパーツ数もあってよくできています。これは楽しみになってきましたよ。ただ唯一シールがな。これどう頑張っても浮いてくるんですよね。デカール苦手な方への配慮だと思いますが、多分浮いてきますね。ここはすくみ縛りってはどうにでもならんです。メカコレ名物、箱の裏に取説です。箱が深いので周囲をハサミで開いてシートにしときます。さて組み立てていきますよ。ニッパーでゲートをカットしていきます。切り出したパーツを組み合わせます。基本的には説明書通りに組んでいきたいと思いますよ。接着の際は一気に押し付けてしまわず、少しだけ隙間を空けておくのがコツ。この開けた隙間にタミヤの流し込み接着剤を注入します。この状態で30秒くらい置いておくとプラが溶けてきます。これを両サイドから押し付けて残った隙間を埋めてやると、溶けたプラが隙間を埋めてくれるので、パテ埋め不要で接合線を消せます。このむにゅっと飛び出したプラがパテの代わりになるってこと。飛び出したプラは、1日置いておいて十分乾燥させたらヤスリがけを行います。曲面部分はスポンジヤスリがおすすめ。最近紙ヤスばかり使いすぎて紙ヤスの何が良かったのか忘れてきた。慣れって怖いわね。最後は艶消しを拭くので、だいたい600番くらいまでやっておけば問題ないかと。ヤスリがけをしたところはモールドが消えてしまっているので彫り直します。直線なのでまずはアートナイフで傷をつけて、めくれ上がった部分をヤスリがけしてフラットにしたら、BMC タガネで彫り直します。引き続きパーツを切り出して組み立てていきます。ゲートカットの処理はまずデザインナイフを使って突起部をカット。カット後にヤスリがけを行い表面処理を行います。他のパーツも同様に、説明書で指定されているパーツを切り出し、ゲート処理を行います。一応説明書の1コマで使うパーツごとに切り離してやっています。これを怠ると恐怖のパーツ隠しが出ます。まあ、やっていてもなくすのがコマツクオリティ。ヤスリがけを行ったパーツを組み立てます。基本的に接着剤なしで組み立てられるような構造ですが、パーツが外れたりするのも困るので流し込み接着剤で接着しときます。引き続き取説2番の組み立てに入ります。2番はエンジン周りと環境パーツが中心です。これらのパーツを切り取って表面処理を行います。表面処理を行ったものを組み立てます。このパーツは先に取り付けておかないとダメなので注意。外すのめちゃ面倒でした。環境パーツの組み立てを行います。ゲートでデザインナイフで削り落として、スポンジヤスリで表面処理。これを繰り返します。こういうアンテナ部分にはパーキングラインが出ています。かなり薄いのでそれほど目立ちませんが、デザインナイフを横に滑らせるようにしてカンナがけをしてやると綺麗に削れて見栄えも良くなるのでおすすめです。環境を貼り合わせます。環境は3ピース構成。先ほどのカンナ掛けは、接合面にも応用可能です。流し込み接着剤で樹脂を溶かして溶着、少しはみ出させた後にカンナ掛けをしてやるとパテを使わず綺麗な面が出せます。説明書3番の組み立て作業に入ります。みんな大好き、四方の組み立て。まさかの全部一体成形。でも雰囲気出てます。かなり小さいパーツなので注意しつつ、ゲートをデザインナイフで削り落とします。パーツの表面処理ができたら組み立てます。この手法、方針が折れると結構修復が大変なので注意しつつ組み立てます。説明書4番に進みます。もう組み立ては終盤。造装パーツの組み立てを行います。このパーツも少し隙間を空けて接着剤を流し込みます。30秒ほど放置して押し付ければ OK。硬化したらはみ出た樹脂を削り落として表面処理を行います。残ったパーツもあと少し。エンジンナセルや垂直尾翼のようなパーツを切り取って正面処理を行います。表面処理が終わったら組み立て。船体に取り付けます。これで船体の組み立ては完了です。台座を作ります。シンプルだけどこういうのでいいんだよって感じ。いや、ゴテゴテしたやつも好きだけどさ。台座も本体同様にゲート跡の処理をします。樹脂が黒いのでちょっとヤスリ跡が目立ちますが、後ほど艶消しを拭くと全くわからなくなるのでそのままでも構いません。組み立ては差し込むだけの簡単仕様。これを先ほど組み立てた本体に差し込みます。組み立てが全て終わったので墨入れ作業に進みます。まずは砲塔を取り外しておきます。エナメルブラックで墨入れをするんですが、樹脂を傷めるので圧入しているパーツなどはクラックが入りやすい。外せるパーツは外します。接着剤不要のスナップフィットキットは圧入パーツばかりなので墨入れと相性悪いですね。できるだけエナメルの使用量を少なくするよう、墨入れします。1000分の1では水筆を紹介しましたが、メカコレは小さいのでタミヤの墨入れブラックに付属している筆で十分な気がします。最初はちまちま真面目にやってたんですが、だんだん雑になってくるなぁ。後で拭き取るので多少はね。砲塔部分も墨入れをやっておきます。エナメルが乾燥したらペトロールを含ませた綿棒ではみ出た墨を除去します。エナメルブラックは半日ほど置いて乾燥させてからの方が除去したくない細い筋彫り線などが残りやすいのでおすすめ。砲塔も同様に、綿棒で引っ掛けないように注意。シールを貼ります。このシールだけがいただけない。ある程度柔らかいので曲面に追従はするんですが、デカールほど密着しないのでどうしてもシールを貼った感がなくならないんですよ。指の腹で押し付けてできるだけ密着させていますが、上からウレタンクリアを拭いて研ぎ出しとかしないと厳しそうだ。シールを貼ったら最後の工程、艶消し塗装を行います。砲塔を再度取り付けて、艶消し塗装を行います。保持するのが難しかったので、割り箸をナイフで削って台座を差し込む穴に刺して持ち手にしました。台座も同様に艶消しを吹きます。ここは艶ありクリアでもいいんですが、艶消しの方が目立たないかなと。本体と台座を組み立てて作業完了です。これにてすぐみアンドロメダ、完成です。塗り分け塗装は一切やっていませんが、これはこれでなかなかの存在感。1000分の1ほど大きくもないしお値段も手頃なのでぜひ作ってみてほしい一品です。